これより会議を開きます。衆議院規則第101条第4項の規定によりまして、委員長が選任されるまで私が委員長の職務を行います。これより委員長の御選を行います。梅谷守君。委員長、動議を提出いたします。委員長の御選は投票によらないで、亀岡義民君を委員長に推薦いたします。ただいまの梅谷守君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって亀岡義民君が委員長にご当選になりました。委員長亀岡義民君に本席を譲ります。この際、一言